はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、リミットレギュレーションの適用とあと新セレクションパックの登場が、告知されまして、リミットレギュレーション大嵐と強奪帰ってくるんですって熱いね。大嵐はもう元々ね OCG でも帰ってきてたんで、まあいつ帰ってくるかって感じだったんですけど、強奪がなんと3枚使えるようになるというね。はい、まあ、なかなか思い切った改定ではあるかなと思いますが、これはちょっとまた後で話していきたいなというふうに思います。で、診断なんですけど、セレクションパックが4月の29日に、追加されるということで、マスターズサーガというパックですね。今ここに表示されているのは、ドラゴンマギア、そして、マジックカード下蘇生、そして大嵐、エースタースペキュレーション、ハネクリボーレベル6という感じになっております。ですね、マギアはこの間ちょっと別で動画出したんで、そっちの方よかったら見てもらえばなと思うんで、今日はですねこのマギア以外のですね、マジックカード死者蘇生と、大嵐スペキュレーションレベル6あたりについて、話していこうかなというふうに思います。早速やっていきましょう。直接新パックに入ってるらしいんですけど、大嵐とあとリミットレギュレーションの改定で強奪が帰ってくるという話がありましてですね、ちょっとこの辺についてお話ししていこうかなと思うんですが、大嵐はなんか調べたところによると2010年ぐらいから、禁止になっていたらしくて、14年ぶりですかね。だから14年ぶりに帰ってくると、まあ OCG の方ではねもう帰ってきてるんですけど、マスターディールの方でも大嵐帰ってくるよということで、噂によるとなんかね、大嵐打った時にマスターデュエルの演出があるらしいですよ。ちょっとこれ、確認したいですよね。はい、で、まあ、大嵐はフィールド上の魔法トラップカード全部破壊するっていう効果なので、まあ、基本的には自分のフィールド上の魔法トラップカードも破壊しちゃうんですね。だから相手だけじゃなくて、自分も破壊してしまうと、まあ、もちろん後手から打っちゃ相手だけ破壊できるんで強いんですけど、自分のカードで破壊されたら効果があるようなカードとコンボするのも結構強くて、まあ、破壊のマジックトラップカードであるとか、あとそれから、ギアタウンとかね、こういうなんか破壊された場合になんか効果があるようなカードと組み合わせると、まあ、それはそれでアドバンテージが取れるので、まあ、こういうデッキで使いたいですよね。基本的にはあんまりね、そのね、正直ハーピーのハリボーキーさえももはやこの環境入ってないじゃないですか。ぶっちゃけ先行で使えないカード弱いよねっていう話があるんで、だからハリボーキーが採用されない以上、大嵐もね正直マスターデュエルでしかもシングル戦じゃないですか、あんまり採用されないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただポテンシャルはめちゃくちゃ高いカードなんで、先行であんま使えないから、ちょっとそこが自分が破壊デッキとかだったら使えるけど、ね、自分が破壊デッキとかだったら使えるけど、あんま使えないから先行で、まあ、そこが微妙かなと思うので、なんか脳死でどんなデッキからでも飛んでくるかと言われると正直怪しいと思うんです。はい、で強奪も3枚使えるようになるらしいんですね。これいきなり制限解除、枚数制限解除されて3枚使えると、これまあ今心変わりも2枚使えますし、強奪も今3枚使えるので、コントロールダッシュマジでめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。カード精神操作とかもそうですし、なんですけどやっぱりね、その後手でしか使えないから、まあやっぱり許されてるのかなっていうふうには思います。はい、やっぱり心変わりさえもやっぱり今の環境では採用されないことがほとんどですし、やっぱ後手デッキくらいでしか採用できないですよね、こういうカードって。だって先行で相手の盤面にモンスターいないからパクれないから意味ないから、だからっていうことはマイナス1でスタートになっちゃうからっていうことなんですよ。だからやっぱ先行機が加速している現代遊戯王においては、まあこのぐらいは許してもいいよっていうことなんでしょうね。はい、まあちょっと個人的にはなんかコントールダッシュ系のカードめちゃくちゃ増えるんで、これでだから NTR デッキめっちゃ強化されるんじゃないかなと思って楽しみにしてるんですけど、心変わりとか強奪とかめちゃくちゃ積んで相手のモンスターパクることしか考えてないみたいなデッキがね完成するんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、正直ガチカードかと言われると怪しい。強奪のいいところはこれ装備カードなんですよね。装備魔法なんでこれアクセスがしやすいです。心変わりとかでも全然、例えばなんかイゾルデでリナルドを特殊召喚してなんかサーチしたいとか、なんかそういう、あとアームズホールとかああいうのでサーチしたいとかね、あできますんで、まあ、他のカード心変わりとかと比べるとアクセスはしやすいから、もう割と使いやすくあるかなというふうに思いますけど、まあ、そこが救いかなと、はい、いうふうに思います。後手型デッキだったら多分結構強いと思う、このカード3積みすればね。エースタースペキュレーション、
誰ですかっていう話なんですけど、このモンスターですね、結構超融合で、割と出しやすいモンスターになってまして、どういうステータス持ってるかっていうと、光特性の、融合モンスターでレベル7、攻撃力に守備力が2500ですよと。で、戦速融合モンスターですね。攻撃力2500以上のモンスターと、あと守備力が、2500の裏側守備表示モンスターという条件で、出せますので、まあ、裏側守備表示モンスターはあんまり相手の盤面にいることはないんですけど、攻撃力2500以上のモンスターっていうクソガバガバな条件が整ってますんで、自分のモンスター普通にペッてセットしたら一応超融合で相手のモンスターは大体吸えるかなっていう、まあ、そんな感じのモンスターってますね。で、一旦一度しか特殊ができないっていう効果と、あと、表示形式によってですね、効果があって、攻撃表示だったら、このカードの攻撃力が、相手のフィールド上のモンスターの一番高いやつの打点分アップするよっていう効果と、あと守備表示だったら戦闘効果が高いじゃないっていう効果ですね。で、攻撃表示モンスター一体と裏側守備モンスター一体を自分のフィールドからリリースすると墓地から蘇ることもできますよという感じになってます。まあ、あんまりなんかそのこれを使ってゴリゴリ今回していくみたいなデッキは多分あんまない気がするんですけど、基本的には超融合をさっき言ったようにぶち込んで相手のモンスターを背負っていく、あとはやっぱここを用意できるデッキだったら相性がいいですね。守備力2500以下の裏側守備表示モンスター、例えばね、忍者とかね、忍者って結構裏側でモンスターがまあ、盤面にいたりとか、相手のフィールド上のモンスターを裏守備にしたりとかするわけですよ。月の書とかもありますね。月の書とか、忍者とかの効果で裏側守備モンスター結構多めに盤面にいるので、まあ、それを使って超融合打って、エースタースペキュレーション出していくみたいなのとか、まあ、あとピスティナとかですかね。なんかその裏側にするっていう効果が内蔵しているデッキはちょっとなんかどういうデッキと相性がいいかと言われると、なんかそこまで強いデッキないんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、一応超融合採用できるデッキであれば、まあ、枠あればね、採用できるんじゃないかなというふうに思います。マジックカード、死者蘇生。このカードはね、まあ、ちょっと原作チックなね、原作って大体マジックカード、死者蘇生を発動みたいな感じで言うじゃないですか。まあ、ちょっと原作チックな、まあ、感じの、まあ、カード名になってまして、まあ、死者蘇生の、まあ、調整版とでも、まあ、言うべきカードなのかな。効果は、速攻魔法になってまして、で、一旦に人しか発動できないっていう効果で、自分か相手の墓地のモンスターを、特殊召喚できますと。めちゃくちゃ強いですよね。まあ、縛りないから。何にも縛りないから。何でも想像できる。ただし、縛りがここにあって、このターン、この効果で特殊召喚したモンスターは攻撃ができないし、その効果は発動ができないよという感じの、まあ、制約がついてしまいますよっていうところですね。なので、まあ、使い方はいくつかあるんですけど、まずね、まあ、自分の墓地を守る目的で使うっていう方法ですね。例えば、墓穴の指名者を撃たれてしまった象字とかうららとかを、マジックカードしたさせて蘇生して回避するとか、はい、まあ、サクリファイスエスケープ的なとか、あとはまあビーステッドの対象になったモンスターを、マジックカードしたさせて動かして除外されなくするとかね。それからこれこのターン、この効果で特殊化したモンスターは攻撃ができないし効果発動できないっていうだけで別に無効化はされないんですよ。だから永続系の効果は有効というか、永続効果は別に発動する効果じゃないので、その辺は使えるんですね。だから、まあ、クソムーブにはなるんですけど、例えばですね、まあ、結界像を蘇生するとか、ゴミすぎ。あと、パキアロを蘇生するとか、リヴァイアさんを蘇生するとか、こういうなんか、永続効果で、キメイ効果を持ってるモンスターを、マジカードした蘇生で一応蘇生してあげるっていう動きはできますし、あと、発動することがデメリットになってしまうモンスター。例えば、オベレスクの巨神兵とかね。これ特殊召喚してると、5番の効果でエンドフェーズに発動する効果で墓地を送っちゃうんですけど、マジックカードした蘇生の効果で発動効果できないんで、だから一応、2ターン持ちます。オベレスの巨神兵を特殊召喚したらエンドフェーズに、どっか行かないんで、なんで一応2ターン持ってたりしますね。はい、オシリスとかも同じですね。あと単純にこれマジで何でも蘇生できるんで、リンク値を伸ばすっていう使い方をするのも結構強いんじゃないかなと思っておりまして、例えばですね、まあ、ファイアウォールドラゴンとかを、なんか一回使い終わったら、もう一回蘇生させて相手のターンに効果使ってあげるとか、シンギュラリティ出すときに、なんか使った、まあ、リンクモンスターとかを、まあ、クソ適当に、これで蘇生してリンク値を稼ぐとかね。大型のリンクモンスターでもなんか余裕で蘇生できるんで、蘇生制限満たしてればね。なんで、めちゃくちゃドデゲーモンスターがパン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 並ぶんですよ、このカード使うと。リンク召喚を多用するようなテーマとは、かなり相性がいいと、思います。あとはなんかイビルツインとかですかね。イビルツインもトラベル3人とか出して、でトラベル3人分解して、でキスキルとリーダーにしてから、キスキルリーダーでもう一回リンクしてから、で最後のマジックカードをした蘇生でトラベル3人かなんか蘇生しとけば相手のターンにまた分解できるんでね。なんでこういうね、リンク召喚を多用するデッキとは
このカードは相性がいいと思うんで、なんかいろいろ皆さんもねちょっと考えて使ってみていただければなと思います。ちなみに脳死でどんなデッキに出ても別に活躍はします。はい、速攻魔法のモンスター特殊召喚弱いわけないんで。羽クリボーレベル6実装ということで、このモンスターですね、フレームウィングマンの仮面かぶってる羽クリボーちゃんなんですけど、可愛いですよねイラストね。このモンスター、実はサポートカードがめちゃくちゃ豊富です。ルール上エレメンタルヒーローカードおよびフェイバリットカードとしても扱うっていう、めちゃくちゃいっぱいサポートを受けれるテキスト書いてあるんですね、効果外テキストが。だからもう本当に後でこう言いますけど、いろんなカードで特殊召喚したりとか、いろんなカードでサーチできたりします。で、このカード通常召喚は、できないよという効果になってまして、ハネクレットレベル6は一ターン一度自分の手札フィールド墓地のエレメンタルヒーロー融合モンスターかハネクリボー1体を除外した場合に手札墓地から特殊召喚できるよということで、まあ、墓地からも特殊召喚できるのも結構強いですし、あと実は1話の効果でこれ妨害があります。はい、一応相手のモンスターの攻撃宣言時か、相手がフィールドのモンスターの効果を発動した時に、このカードをリリースすることによってその、発動したモンスターを、破壊して無効にはしません。破壊してその元々の攻撃力分のダメージを相手に与えるよと。だからフレームウィングマンのなんか効果発動版または攻撃された版みたいな感じの効果になってますね。でね、さっき言ったそのサポートカードの豊富さ、こちらに妨害力は正直大したことないです。ぶっちゃけ効果は絶対通っちゃうし、まあ、一応破壊はできるんだけど効果は通してしまう以上そんなに過信はできないっていう妨害力なんですけど、これとにかくねサポートカードがめっちゃ優秀なんですよ。エレメンタルヒーローカードなので、例えばエアーマンでサーチできるし普通に、それから、まあ、フェイバリットカードなんで例えばフレームシュートとかこの辺でもサーチができるし、フェイバリットカードだからね。あと、エマージェンシーコールでもなんと、手札に加えることもできます。はい、ヒーローエレメンタルヒーローカードなんでね。それからまあ、サンライザーの融合素材とかにもなれますはい、こういうなんかいろんなそのとにかく各種サポートがあるわけですよ。あ、ちなみに一応盤面に出していればヒーローカードなんで、なんかマスクチェンジ打ったりもできるんで、なんかヒーローサポートは大体のカード受けれると思ってもらって構わないですね。はい、羽クリボーレベル6は、でしかもまあ特殊召喚の方法もまあ割とねエレメンタルヒーロー融合モンスターを除外するとかっていう条件ですげえ、まあ、羽クリボーを除外するって羽クリボーできちゃうの無理だけど、エレメンタルヒーロー融合モンスターなんて墓地にめっちゃ溜まるからさ、基本的にはサンライザーとか、それからまあフレームシュートとかなんかめっちゃ墓地にいるから、だから出そうと思ったらめっちゃ簡単なんですよ。でしかもエヴァンシェンシジェンシーゴールでサーチできるでしょ。だからね割と入れといたら、まあ、活躍はしてくれる可能性は全然あるなっていうモンスター、まあ、あえて入れるかどうかって言われるともう今のヒーローデッキがめちゃくちゃ完成してるから怪しいんだけど、一応入れておいたら活躍してくれる可能性は全然あるかなっていう、まあ、そんな感じのカードになってますね。はい、こちらも動画にしようと思ってますんで、お楽しみに待っていてください。これ強奪あれなんですかね、診断に入ってるんですかね。何もお知らせなかったけど伝説級の切り札大嵐君は入ってるらしいですけど、強奪はなんか UR らしいですけど、これ入ってんですかね。相手スタンバイに発動する相手1000ライフ回復するっていう効果あまりにも申し訳程度で草。ちょっと診断楽しみにまた開封していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。